ヘレプレーン GBA、ダーパーヘレプレーンの創造図 GBA、ダーパーヘレプレーンは、従来のヘリコプターの2倍の速度で、巡航可能な超高速距離垂直離着陸機の概念実証である。国防高等研究計画局の予算で現在は、EN、スカイワークスグローバルに社名を変更した、グローンブラザーズアビエーションによって設計された。ホットサイクル式ローターを備え、 機体の側面に備えられたウィリアムズ製のガスタービンから供給される空気を回転翼の翼端から噴射してその反動で回転する。ダーパの目的は回転翼機の性能を固定翼機と競争可能な水準にまで高めることだった。概念は1980年代末から GB a が。 開発を進めてきたジャイロプレーンの技術的な要素を固定翼のビジネスジェット機と組み合わせたものだった。GBA とジョージア工科大学の共同で4段階で、複数年にわたり4000万 US ドルドルの予算で進められ、15ヶ月間に640万ドルドルで、アダムエアクラフトインダストリーズとウィリアムズインターナショナルが計画の第一段階で参画した。 計画の1バイトの段階では、ジョージア工科大学が主導で、GBA は複製造会社だった。第2段階では、高速飛行、高高度飛行の縮尺模型の風洞実験が NASA のラングレーで実施され、実物大の翼ンジェットのノズルが作成された。第2段階では、予算が24ドル -2800 万ドルに増額された。 極端に備えられたジェットからの騒音によって2008年に計画は終了した。ありがとうございます。